カンチルは、マレーシアの自動車メーカー、プロドゥアによって製造されていた、小型ハッチバック型乗用車である。1994年に三代目、ダイハツミラのバッジエンジニアリング車として発売。1993年に設立されたプロドゥアとしては、初の車種となった。ミラ同様に、モノコック構造が採用され、エンジンも、 ダイハツ工業製のものが採用されたため、ミラとの違いは、エクステリアデザインのみとなった。しかし、ベースのミラが4人乗りであるのに対し、カンチルは5人乗りとなった。1994年に3代目、ダイハツミラのバッジエンジニアリング車として発売。1993年に設立されたプロデュアとしては、初の車種となった。ミラ同様に、 モノコック構造が採用され、エンジンもダイハツ工業製のものが採用されたため、ミラとの違いはエクステリアデザインのみとなった。しかし、ベースのミラが4人乗りであるのに対し、カンチルは5人乗りとなった。エンジンは、ダイハツの直列3気筒 660cc および 850cc エンジンが搭載され、5速、マニュアルトランスミッションが組み合わせられる。 ただし、850cc エンジン搭載車には3速、オートマチックトランスミッションも選択することができるほか、カラードバンパーが装着される。発売後、販売は好調で、特に初心者ドライバーへの販売が多かった。また、マレーシア国内の自動車教習所では教習車として、カンチルが用いられることが多い。そのため、 生産台数は1995年12月に5万台、1997年に1月に10万台、1999年に25万台を突破した。フェースリフトは3度行われた。1度目は1997年に行われ、フロントグリルとバンパーの形状が変更された。その後2000年には、同じくフロントグリルとバンパーの形状が変更された。 三度目となった2002年は大掛かりなものとなり、前後バンパー、フロントグリル、ヘッドランプ、バックドア、リアコンビランプなどのデザインが大幅に変更された。また内装もダッシュボードがセンターメーターのレイアウトを持つオリジナルのデザインに変更された。イギリスではプロデュアニッパーとして販売されていたほか、インドネシアにおいては2000年から2006年までダイハツブランドで、 チェリアとして販売されていた。また、2001年には5代目ミラをベースとした上級モデルクリサが、2007年にはクリサの後継者として6代目ミラをベースとするビバが、それぞれ発売されたが、カンチルはなおもプロデュアのエントリーモデルとして2009年9月に戦術のビバに統合されるまで製造、販売が続けられた。2009年7月20日、 最後の1台がラインオフし、カンチルの生産が終了した。15年間で722,223台が生産され、マレーシア国内で70万8,000台が販売された。カンチルはマレー語でネズミジカを意味する。ありがとうございます。